はい、森田師匠、おはようございます。おはようございます。おはようございます。元気、今日。今日ちょっと緊張して寝れませんでした。そうだな。それ俺やろ。ほんと寝れんかった？いや、寝ますよ、ぐっすり。そういうタイプじゃねえだろ。ね、今日参加台数が40台以上多いですね。去年の倍ぐらい。去年の倍いるから。抱負は今日、うん、今日はちょっとトップ通過目指して頑張ります。もう気分は通った感じです。通ってないから気分はね。よいしょ、はい、頑張ってください。はい、もうでも朝食は朝飯食った？さっきサンドイッチ食べました。あ、本当はそうじゃないですか。さあ、森田君の参戦するマシンがこれね。あ、こっちを RR 持ってきてんだ。そう、RR も作って、うん、うん、まあ午前中は練習だもんね。楽しみだね。これ昨日午前中統合でシェイクダウンしたんですよ。あ、これ RR？ RR。 お、どうだった？すごい前に出る感じ。前に出る感じ。あ、あそこもう貼ってある。森田君なんか貼ってあるよ、あれ。おはようございます。それではですね、玄関ホールの方で受付の方を始めていきたいと思います。あったあったあった。俺ある。いや、もう今なかったらどうしようかと思って。え、なかったらなかったらなかったらマジックで帰ってけ、帰ってけ、ね、全然帰ってけ。おはようございます。おはようございます。お、今日はやらないか。もう2週連続は持ってないです。映っちゃダメだし、映っちゃダメだし。捕まっちゃう。さあ、運命の日がやってきました。下手な水だけはしない。頑張ってね。復習ですか？これ大体撮ってるかな。おお。iPhone 11 Pro。調子いいっす。さすが。いいっすね。絶好調っす。じゃあ、この今日は、今回は、この鮮明な動画で。これいいっすよ。ぶれないから。あの、ちっちゃいやつもういらない。これで十分。これで十分。十分。じゃあ、ハイチーズでね、撮ります。じゃあ行きます。はい、チーではですね、改めましておはようございます。RCGC 予選会にお集まりいただきありがとうございます。なんとですね、去年の倍の人数ですよ。44名の方、審査、していただく陽野さん、今回ですね、ご挨拶と、審査説明の方を、するにあたりの審査説明をしていきたいと思います。ちょっとお願いします。はい、おはようございます。今年も、ご指名いただきまして、はい、審査員をさせてもらいます、オーバードーズの陽野です。よろしくお願いします。お願いします。
が基本です。いいのか。番号を探してください。気づいてばいい。うん。何番か教えてください。21番。これ新しいレギュレーション。これ見ました見ました。はい、カーボンですよ。カーボンです。ああ、そうです。で、今年からウイングの出ていい量がバンパーから25ミリ。ああ、はい、なるほどなるほど。それが加わりました。高さ150までのバンパーから25ミリまで。へー、はい、今こっちに。調子上がってきた。まあ練習ちょっと走った感じ、だんだんよくなった。コツは掴んできて、あとは本番でやれるかどうか。最後の方なんか調子が良くなったような気がした。最初は結構ね、どうやって走ったらいいか分かんなくて、うん、結構くしゃくしゃだったけど、今は大丈夫。だんだん慣れてきたかなって感じ。あ、いいえ、じゃん。大丈夫ですか。大丈夫です。予選3位通過おめでとうございます。いやまだ3位通過してないです。あ、まだ始まってなかったね。そうです、そうです、車検で落ちましたね。え、なんで落ちた。リアスポイラーが規格外だったんですよ。あ、もうね、映ってもいいですか。大丈夫ですか。今何歳だったっけ。中学中1。まだ恥ずかしいよね。とかこれは仕方がないよね。まあそうじゃないと運営してますもんね。いや、領土さん、いよいよですね。いよいよですね。いよいよですね。人数多いからね。ね、あのいつものようにビシビシと厳しい領土さんの審査で。厳しくはない。さんはもう権利持ってますよね。そうですね。この間メッカさんでいただきました、はい、万が一の時は、うん、誰かを復讐しないといけないんで、あっちで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それまたちょっとカズマに頑張ってもらわないと困ります。今からです。私たちと一本目終わってどうでした？うん、何度か点数入ったけど、うん、今のままだと非常にやばい。やばいよ、ね。95点で同率9位で実質的には15番ぐらい。流しで入ってるところにちょっと膨らみすぎて外へ行かそうかみたいな感じで、なんとかギリギリ入ったけど。まあ、0点になるよりは良かった。まあね。じゃあ、まあ、あと2本目、3本目、踏ん張りの子だもんね。ねえ、ちょっと点数残さないと思います。頑張ってください。これでも良さげだったんじゃない？そうですね。ねえ、なんかいい感じだな。あ、これでも何番手だった？今11番とかだったかな。11番？結構点数みんな…何点？96点。96か。微妙だよ。微妙だな。
やべえ。点数を書いた順番。21番の森田選手。森田選手も際どいところにはいるんだよね。際どいね。じゃあ行きましょう。何番だった？7番。お、でもさ、森田君ってやっぱりラジコン上手いんだね。上手いね。引きが強い。引きが強い。それは俺の責任じゃない。もうマークを背負って。なんで？僕の言うこと聞いてくれるもん。僕の言うことも聞かない。ポールは置かないです。はい、思い切り言ってはい、決めました。今の戦いは、ぜひ16番、杉山選手の勝ちながらですね。おめでとうございます。森田君、やっぱりラジコンはうめえんだよな。ラジコンは。ラジコンの操縦は。は、うまい。はい、デイズの RCDC 予選、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、予選通った人、はい、森田君よかったね。落ちるかと思った。2本目までだとちょっと怪しかったもんね。2本目11位かな。2本目まで11位だった。やべえと思って。そういう作戦だよね。そう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 、あわや予選落ちた最後大逆転っていうストーリーを動画向けに、そういうシナリオを描いて。でもダメだった時のシナリオ本当考えてたんだよ。そう、ダメだった時のシナリオもう本当に考えとったんだわ。サムネまで考えてありました。そう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 。まあ今回のサムネはね、伊坂激甚だもん。参りました。飲み会でいろいろきついこと言ってすみませんでした。すみませんでした。こんな感じでお疲れ様でした。お疲れ様でした。こんだけ長いけどほとんど嫌いですね。何を使うとかあるんですか。あの今サブちゃんがあるもんね。サブちゃんでもう垂れ流しにするかもしれない。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった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 ですね。え？これで。なんか車の中で打倒ヤイズだとか言ってましたからね。言ってない。そういう声で聞いてました。はい。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様です。また。お疲れ様です。お疲れ様。どうぞ。終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あの陽動2はいつ出るんでしたっけ。陽動2はまだ分かんないですね。分
りました。本当お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。